久保さん。今回、やるやる詐欺にしましょうか。やるやる詐欺。ね。みんな、あの、稼げますかっていう割には、やれな、やらないですよね。本当に稼げるんですかって聞くけど、やらないですよね。本当に稼げるまでやるんですかっていう。本当に稼げるまでやるんですかっていうのよくないですかこの問い、問いかけに。久保さん、本当に稼げるんですか 本当にあなたは稼げるまで続けられるんですかみたいなね。<laughs> いや、本当にあなたが稼げるまで続けるんだったら稼げますよと。だって、稼ぐまで続けるんでしょそれは稼げますよと。<laughs> これ良くないですかこれは絶対ですよね。絶対自由を満を持して言い返せる跳ね返しの言葉ですよね。うん。あなたは稼げるまで続けられるんですかと。 稼稼げげるるままで続けらられるんだったら絶対稼げますよなぜなら稼げるまで続けられるからです。これもう火の打ちどころがなくないですか <laughs> いやでもこれしかないですよね。稼ぎたいんだったら稼ぐまで続けるっていう <laughs>。え、それ以外あります成功したいんだったら成功するまで続ける。それ以外ありますそれ以外あるんですか多分ないですよね。 人生を変えたい。人生を変えられるまでやる。それだけですよね。だか僕から、あの、なんや。人生変えられたのは、本当に人生を変えるまでやったっていう。ただそれだけですね。うん。本当にやりましたね。うん。やった。<laughs> まあ今もまあやってる方だとは思いますけど、まあ、 当時の僕の、あのー、当時の僕は、のことっていうのは、僕しかわからないんで、僕しか伝えられないですけど、やりましたね。とにかくやった。めちゃくちゃやったんで。うん。まあ、逆に言うと何だろうな、40年分ぐらいをや、10年でやったんじゃないかなと。 40年分を、普通の人が40年働く分を僕は10年ぐらいでやったのかなっていう。だからまあ3、4倍はや、まあ3、4倍以上やってるかな。うん。いや、本当ね、僕はあの、じあの10年が僕の中での、い、今本当にあるのはね、今本当にあるのはあの10年やったからか、だなっていうのは間違いないですね。 ヨシタインさんだからできたんでしょうではなく、僕はただその、その10年やっただけなんですよ。うん。だと思い出が会社に泊まってる思い出しかないんですよ、10年間。もう、牢屋みたいなもんですよね。もう、け僕から言うと、刑務、まあ刑務所じゃないんだけども、なんかもう、今、今ね、今、シャバに出てる感じですよね。今、ようやくね、シャバに出てる感じですね。僕からすると。やっぱシャバいいっすね。 シャワイシャワイなあまあでもなんか、今で、今こういう生活を送れてよかっ,よかったなと思いますね。僕は。その10年失ったとしても、今の生活っていうのはほとんどの人が手に入れられないんで、僕みたいな生活はね。10年しんどかったけど、やってよかったなって本気で思いますね。 だってみんな辞めてきましたからね。うん、会社に最終的に一人になった時もあるし、みんな辞めてきましたよ。うん。まあ、やっててよかったですね。まあ、これからもやりますけどね、ある程度は。うん。いってらっしゃい。